アラン・ラムゼによる肖像画1743年作。初代グランディソン伯爵、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ビリアーズはアングロ・アイリッシュの貴族、ビリアーズ家出身、エドワード・フィッツ・ジェラルド・ビリアーズとキャサリン・フィッツ・ジェラルドの息子として生まれた。1699年12月16日に祖父に当たる第4代グランディソン死爵、ジョージ・ビリアーズが死去すると、 グランディソン主尺の爵位を継承した。イートンカレッジで教育を受けた後、1700年4月19日に、ケンブリッジ大学、モードリンカレッジに入学した。1705年イングランド総選挙で、オールドサラム選挙区から出馬、現職の一人、チャールズ・モンペソンと同じ得票数となったが、同年12月11日に、モンペソンが当選するという裁定が下された。 1721年9月11日に、リートリム県のグランディソン伯爵に除され、14日にアイルランド貴族院議員に就任した。1733年10月26日、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1766年5月14日に、死去、二人の息子に先立たれたためグランディソン伯爵の、爵位は断絶した。 グランディソン死者区の尺位は、第三大ジャージー伯爵、ウィリアム・ビリアーズが継承した。1706年2月、フランシス・ケアリーと結婚、二男一常を設けた。ありがとうございます。